あの帝国過ぎましたので、これより原発事故子ども被災者支援法、住宅支援と健康調査に関するシンポジウム政府交渉を開催させていただきます。本日はこの後シンポジウムが1時まで、1時間の休憩を挟みまして、2時から4時まで政府交渉という長い時間になっておりますので、皆さんどうぞあのご協力をよろしくお願いいたします。また本日あの皆さんに、シンポジウムの方の内容あの1から5ありますが、カイロ先生の、お時間の都合上若干あの変更させていただいて会を進めさせていただきますことを前もってご了解いただければと思います。それでは初めに主催者を代表いたしまして、原発事故子ども被災者支援法推進自治体議員連盟代表いわき市議会議員佐藤和義氏よりご挨拶を申し上げます。どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました共同代表の佐藤和義でございます。今日はあの今も国会議連の方の荒井聡代表会長がいらしていただきましたけれども、国会開会中でございまして、また各自治体議会も決算審査というようなことでいろいろと議会の活動の中で多忙な折でございますけれども、おいでいただきました自治体議員の皆様、本当にご苦労様でございます。また市民の方も今日は特にこの子ども被災者支援法の実現を具体的に内実を作っていく意味でのですね、住宅支援と健康診断、健康調査、そして医療支援という基本的な課題の解決に向けたシンポジウムと、そして政府交渉にお出かけいただきまして本当にありがとうございます。今日は今も司会の福島さんからありましたように、一部がシンポジウムでございます。それで、二部に政府交渉ということで、設定しております。一部の方では今お歩きになっております海道弁護士の方からですね、住宅支援と健康調査に対する新法の検討ということで、時間の関係でちょっと海道先生、12時からまた会議入っておりまして、今も共謀罪の方の会議中だということなものですから、前倒しして順序ちょっと変更して先に海道先生のお話を伺って、その後に山田誠先生の方から住民の健康管理と健康調査の在り方ということで健康診断の具体的な取り組みをどんなふうに実体化していくのかというような点でお話をいただくことになっております。でその前に自治体議連としてですね、東京都、千葉県、東京都下の各自治体議会において、住宅支援が具体的にどうなっているのかと、自治体基礎自治体としてどういうふうな具体的な取り組みになっているのかという調査を行いました。その調査についての報告がこのあと今まだ到着しておりませんけれども、新潟市議の中山さんの方から調査の中身について報告をさせていただくことになっております。で最後にシンポジウムの最後にですね、政府への要望書、皆さんのお手元のレジュメの2枚目の方、2枚目3枚目とございますが、その中身について確認した上で1時間の休憩を挟んで政府交渉というふうな予定になっております。で今日は国土交通省が担当外だというふうな話でございまして、経済産業省、内閣府、復興庁、環境省、厚生労働省、文部科学省の6省の関わりのお役人が官僚の方がいらっしゃるというふうになっておりますので、どうぞ皆さんちょっと長丁場、4時までの長丁場ですけれども、中身のある政府交渉に
していきたいと思いますので、どうぞ最後まで、お付き合い願いたいと思います。いずれにしても後先になりますけれども、全国に避難をしている区域内の避難者、あるいは区域外の自主避難者と呼ばれる人たちも含めましてですね、多くの避難者、そして現地に留まって、低線量被曝の中で、なんとか頑張っている人たち、あるいは帰還をしようとしている人たち、そうしたさまざまな立場の中で、その分断を超えて、私たちがつながり合って、生存権をきちんと保障させていくために、この支援法の内実であります住宅支援と健康診断を中心にしました健康調査、医療支援の中身をみんなで、形作っていく、そういう場にしたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。続きまして、本日お忙しい中、国会議連の方々も随時心こちらにお越しいただいてご挨拶をいただけることになっております。早速、本日お忙しい中お越しくださいました国会議連の会長を務めております新井聡議員よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。こんにちは、新井聡でございます。子ども被災者支援法が成立して3年近く経つんじゃないかと思いますけれども、その間ずっとですね、これ超党派の議連、超党派の、議員立法でできた法律だったんですけれども、なかなかその中身が、具体的な作業が進みませんでした。自民党や公明党も一緒になってこの法律を作ったんですけども、実質は政府が作る実施計画というところに委ねる、そういう構図になっていたものですから、実施計画を作ることが政府の責務だったんですね。しかしながら政府はずっとサボっていまして、なかなか具体的な実施計画を作らなかったんですね。で、私が代表になったんですけども、超党派の法案を成立させた時の超党派の議連をそのまま、民主党政権から自民党政権に変わってもそのまま引き継いだんですけれども、残念ながらですね、自民党の方がどん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 抜け落ちてしまいまして、今や実質的に野党連携、野党が中心の議連になってしまいました。ぜひ今日皆様方の中で自民党や公明党との関係をお持ちの方もおられると思いますので、これ超党派で作り上げた法案ですから、ぜひ超党派の活動をするべきだということを主張していただければなというふうに思います。ただその中でも環境省の副大臣井上さんだったかなが、この方は公明党の方だったと思いますけども、その方が非常に熱心に取り組んでいただいて、まあ、ある程度地元との調整もついたところはですね、初めて実施計画が作れました。まあ、一つ不十分な実施計画だったんです。1ミリシーベルトという私たちが主張していたそこをほとんど無視した形での県内での範囲を定めるというところからスタートせざるを得なかったと。まあ、一つとにかくスタートしなければという思いでそこで、妥協したんですけれども、まだまだ不十分な、自主契約の中では不十分な点がたくさんあるんですね。でこのことがとても今大きな、皆さん方の大きな関心、今日も住宅支援と健康調査、ここが一番肝心なところなんですけれども、そこがまだまだ不十分だというふうに思います。まあ、そんな中でですね、12万5000人だったでしょうか、福島の避難民、被災者の避難している方々がおられると思いますけれども、これは国際法上国内難民なんですね。難民というのが私は国際法上適切な、このあたりは後で海田先生からお聞きになるかもしれませんけれども、この近代国家日本でですね、国内難民がいるということ自体がですね、
とっても恥ずかしいことだっていうふうに、その日本国民が、そしてそれを代表する政府がですね、思わなければいけないにもかかわらず、そういう姿勢がどうも見られないんではないか。でそうこうしているうちに、鹿児島の仙台原発の再稼働にという動きが着々と進められているということです。で原発の再稼働問題はまたこれ別の問題ではあるんですけれども、ただ、スリーマイル、アメリカのスリーマイル事故の後ですね、アメリカ政府の出した結論は避難計画なくして稼働計画なくしないというのが結論なんですよ。でその意味では日本の原発は福島もそうですけれども避難計画がなかったと。で今でも仙台でちゃんとした避難計画作れてるのか、そう私には思いません。で避難計画を見事に失敗してしまったのがこの福島第一原発だったというふうに思います。その意味で今後再稼働の原発の話の中ではですね、避難計画をちゃんとどういうふうに作り上げていくのかという議論がもっと国民的な議論としてなされなければいけないだろうなというふうに思います。それと原発問題では基本的な法案が2つあるんですね。で1つは原子力基本法という法律です。でこの原子力基本法の中の一部分を引用するようにして原子力規制法という法律が作られています。この原子力規制法の中で40年で廃炉にするということを初めて明確にしたんです。これで、古い原発についてはですね、再稼働が非常に難しくなったという道を開いたんですけれども、もう一つのですね、基本法はですね、原子力賠償法という法律なんです。原賠法といっております。この原賠法はですね、もともと一つの原子力発電所で事故が起きた場合には600億円を限度として、賠償すると。で事故の直前にですね、辛くも直前だったんですけども、1200億円、それを倍にして1200億円まで賠償するという法律改正がなされました。したがって福島第一原発とそれから第二原発、この2つを合わせて2400億円の賠償資金が支払われた、政府から国から支払われたんですけれども、この賠償金ではですね、とても足りないというのは明らかなんですね。でこの賠償金はもうすでに福島第一で4兆円以上に達していますから、でそうすると原賠法というのは原子力賠償法の改正をすることになっているんですけど、この賠償金をどこまで積み上げるのかと、4兆円実際に必要になったわけですから、原賠法では4兆円まで積み上げるべきだという議論が私は一番妥当だと思うんですけれども、ただそれの4兆円という形で積み上げることになればですね、日本中の原発はおそらくどこも経済的に合わないという話でですね、今電力会社は原発を稼働しないと赤字になるなると言ってるけれども、本当に経済的に原発というのはメリットがあるのかどうかという基本に返った議論というのがですね、よく議論されるのは使用済み核燃料の処理の費用にうんぬんという話なんですけれども、それよりももっと原発法の改正ということをしっかりやるべきだという国民的な議論が私は必要なんではないかなというふうに思っております。まだまだ力が足りなくて皆さんのご希望に十分、ご期待に十分叶えられていないんですけれども、これからも子ども被災者支援法の議連は積極的に活動しようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。お忙しい中ご挨拶ありがとうございました。はい、この後もいろいろと公務があると思いますので、ここで新井代表は退席をさせていただきます。今後ともご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで本来であれば報告の方を行うところですけども、先ほどご案内ありました、若干変更させていただきまして、講演を始めさせていただきたいと思います。はじめに住宅支援と健康調査に関する新法の原発事故子ども被災者支援法について、
原発事故子ども被災者支援法市民ネットワーク海戸雄一弁護士よりご講演をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介を受けました海戸でございます。今日はですね、この子ども被災者支援法で本来取り組まれるべきであった被災された被害者の方々に対する住宅支援と健康調査、医療支援のことについて、きちんとした制度設計をそのされた立法を作るための、まあ、叩き台になるような議論をしろというふうにですね、佐藤和義さんからご加盟がございました。ご加盟があったのは1ヶ月ぐらい前かと思いますが、僕は今ちょっといろいろ忙しくてですね、これが遅れたのは数日前だったかもしれませんけれども、一生懸命まとめてみました。で、とりあえずですね、このレジュメは基礎資料を集めてみたみたいというようなレベルでまだとどまってます。それはぜひご勘弁いただきたいと思いますけれども、この第1というところに書いてあるのは、これ子ども被災者支援法の、一番根幹になる13条の、条項と、日弁連の2013年10月の、決議、まあ、これはまだ全然実現されてないですけども、まあ、我々としては、この追加被曝線量1ミリシーベルト以上の全地域、これを、必要な支援対象地域として、5ミリシーベルト以上の部分は正当な補償を行った上で、避難指示を出すべきだと。全然こうなってなくて、20ミリシーベルト以下のところは順次戻していくというのが今の政府の施策なわけですけれども、これは根本から間違っているのではないかというふうに、考えています。このように考えることの根拠などは、まあ、この中に書いておきましたけれども、まあ、基本的に言うと、その1ミリシーベルトというのが科学的にこれ以上だったら害があるという根拠のある数字かと尋ねられたらですね、それは僕もそうですとは言いにくいです。そういう科学的根拠は、あるともないとも、まあ、いろんな意見があるでしょう。しかし何よりはっきりしていることはですね